皆さんこんにちは。皆さんは純正のリマインダーのアプリ使っていますか？僕は正直今まで使っていなかったんですよね。わざわざ使うまでもないというか、必須のアプリではないかなと思って自然と触っていなかったんですよ。ただですね、改めてApple Watchと組み合わせて使ってみたら、思っていた以上に便利で、なんで今まで使っていなかったんだろうと後悔しました。なので今回の動画ではリマインダーアプリの基本の使い方と便利な活用方法を共有したいと思って動画を撮っています。僕のように今まで使っていなかった方はぜひチェックしていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、ではまずリマインダーの基本の使い方について説明していきます。最初にリマインダーを作成する方法です。 Siri を使う場合は、例えばですね、 Hey Siri、 明日10時に荷物を受け取るのをリマインドしてというと、明日の10時に通知してくれるようなリマインダーが作成されます。 Apple Watch のアプリでリマインダーを作成する場合は、アプリを開いてリストの一番下までスクロールして追加のボタンをタップすることで追加できます。リマインダーを表示するにはアプリのすべてなどで確認できます。先ほどの例だと明日の10時にリマインダーが設定されているのがわかりますね。リマインダーの編集方法ですが、アプリで該当のリマインダーを選択します。その後編集をタップすれば内容の変更ができます。 Apple Watch 上で編集やりにくいなと感じる方は iPhone のリマインダーのアプリを使ってみてください。実際にリマインダーから通知が来るとこのような表示が出ます。実行済みにするをタップするか、リマインダーを受ける時間を選択します。後で通知に気づいた場合は通知リストで通知をタップすることで内容を確認できます。また時刻設定をしていないタスクを完了した場合ですね、これはですね、アプリの該当のリマインダーをタップして実行済みにするをタップすると完了のステータスにすることができます。なお該当のリマインダーの左側にある丸印をタップすることでも実行済みにすることができます。こちらの方がですね、手軽に完了の操作ができるのでいいかもしれないですね。次にですね、不要なリマインダーを作ってしまった時に削除する方法についてです。これもですね、該当のリマインダーをタップして削除を選べば大丈夫です。また削除したいリマインダーを左にスワイプすることで削除マークが表示されるので、こちらの方が一手間楽に削除することができます。はい、ここまでですね、基本的な使い方について話してきました。ここからは便利な活用方法について話していければと思います。まずですね、買い物リストの管理です。例えば iPhone のリマインダーのアプリで買い物用のリストを作っておきます。方法としては、右下にあるリストを追加を選択して買うものと入力して、その後完了のボタンを選択します。次に Apple Watch に Hey Siri、 買うものに歯磨き粉を追加と例えば言うとするじゃないですか。そうすると先ほど追加した買うものリストに歯磨き粉が追加されます。この流れでですね、忘れずに買いたいものがあれば一つずつ買うものリストに追加しておきます。で、実際に買い物が済んだら Apple Watch のアプリで歯磨き粉の欄を完了にします。先ほど基本の使い方でも説明したんですけれども、左側の丸印、これを選択すれば完了になります。こういった形で買い物リストの管理に使えるなというのが、実感としてありますね。続いて、買い物場所をリマインダーに設定して買い物忘れを防ぐという使い方についてです。さっきは買い物リストの管理だったんですけれども、今回はですね、買い物自体を忘れないようにする使い方です。リマインダーには場所を設定することができるので、設定した場所に到着した時に通知するよう設定できます。場所の設定については iPhone のリマインダーのアプリで設定できます。設定手順なんですが、例えばですね、左下の新規のボタンを選択してタイトルに買い物と入力、その後ですね、詳細のボタンを選択します。詳細画面の場所を選択してカスタムというのがあるので、それを選択すると場所を設定することができます。ちなみにですね、この時に到着時というのを選択することができるので、こちらを選択しておきます。設定が完了したら前の画面に戻って、右上にある追加というボタンを選択すれば完了です。先ほど話した買い物リストの管理の使い方と合わせて使うと、より効果的に使えるんじゃないかなと思います。
今の方法は特定の場所に到着したらリマインドするという方法なんですけれども、この使い方の番外編になるんですが、例えば電車の乗り過ごし防止などにも使うことができます。というのもリマインダーを設定するときに駅の住所を指定しておいて、到着時に通知するように指定しておくと降りる駅で通知してくれます。いやいや乗り過ごしとかしないでしょって突っ込まれてしまいそうなんですが、個人的にはですね、ゲームとか動画に集中しすぎて降りる場所乗り過ごしたことが何度かあるんですよ。これに共感してくれる方であれば一度試してみてほしいなと思う使い方です。続きまして、特定の場所から出発するときにリマインダーで通知するという方法です。例えばですね、会社を出るときに ATM でお金を下ろすという通知を送ることで忘れないようにできるというイメージです。この使い方をするにはリマインダーで会社の場所を指定してから出発時で設定すれば OK です。具体的な例を挙げると、 iPhone のアプリでリマインダーを設定するときにタイトルには ATM でお金を下ろすと入力、その後ですね、詳細のボタンを選択します。詳細画面の場所を選択してカスタムというのが出てくるので、これを選択して場所を設定します。この時に先ほどとは逆の出発時を選択しておきます。これで完了です。ちなみにここまで場所の登録に関して iPhone を使った方法を紹介したんですけれども、一応ですね、 Apple Watch の Siri でも登録はできます。例えば Apple Watch の Siri で駅名を指定したい場合に、やり方としては連絡先のアプリに該当の住所とタイトルとカスタムラベルに駅名を登録した後に、どこどこに着いたら到着とリマインドのように Siri に話しかける感じなんですよ。ただこれうまくいくときといかないときがあって、結構不安定な動作なんですよね。例えば僕がやってみた感じだと、東京駅を場所に指定するとうまく登録できるんですが、新宿駅を登録しようとすると場所の登録が失敗した状態でリマインダーが作成されてしまうんですよ。そういうのもあって、ちょっとこの方法については自信を持って紹介しにくいんですよね。Siri 使えた方がかなり便利ではあるものの、スムーズに登録するんであれば逆に iPhone のアプリ使った方が早いのかなと思っています。はい、今回はリマインダーアプリの基本の使い方と便利な活用方法について話してきました。いかがだったでしょうか。ちょっとでもですね、リマインダーアプリが気になったらぜひ一度試してみてください。Apple Watchをさらに便利に活用できるようになるんじゃないかなと思います。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらぜひチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。